どうも、コーズです。今回ですけども、マリノストークチャンネルさんとお迎えしてですね、アルビレックス新潟ベース横浜 F マリノス戦、プレビューということでやっていきたいと思います。ということで、早速ご紹介させていただければと思います。マリノストークチャンネルさんです。はい、どうも、皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さん、こんにちは。サッカーをとことん愛する男、DJ トムです。よろしくします。よろしくお願いします。お願いします。爪痕残すよ、爪痕残すよ。シンさんとトムさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。あのきっかけというか、僕あのあれなんですよね、コメントいただきまして、そのなんだっけ、あの視聴者さんからかな、なんかそのマリノストークチャンネルさんがコーズ TV さん見てますよみたいな、なんかコメントもらって、え、マジかみたいな。で、見に行ったら本当になんか見てくれてる話をされてて、ありがたいなということで。で、今回ね、もう直近でマリノ戦、もう連戦連戦ですけど、まあその中で、マリノ戦もうすぐだということで、今回私の方からお声掛けさせていただいて、はい、快諾いただきまして、ご出演いただきました。ありがとうございます、本当に。いや、こちらこそ本当大変光栄です。僕らのような弱小チャンネル。いやいや、シン見てないから、シン見てないから、ポーズさん。シン見てないから。ごめんなさい、僕は見てなかったんですけど、DJ ともに、はい、新潟はコーズ TV さんという方がいるというような形で教わりまして、藤井風さん盗作疑惑が。だから心地いいんですよね。朝に僕いつもコーズさんのやつをシャワーのところに置いて、皆さん置いて、そっからコーズさんの朝の作家にすごい流すんですよ。はいはいはい。そっからも一日始まるみたいな。いや、ありがとうございます、ほんと。なんかほんと、朝のニュース動画はタサポの方も結構見てくれてるみたいで。あれを見て、もうだから、結局テレビの必要がなくなっちゃうと朝。テレビ捨てろ。いや、ありがたいっすわ。ということで、まず最初に、今日の、進行を表というか、まあ、目次というか、をちょっと、確認したいというところなんですけども、まあ、まずは、最初にマリノストークチャンネルさんのご紹介というところと、その次、最近のマリノス事情、まあ、これはやっぱりそのクラブのことはそのクラブの サポーターの方に聞いた方が一番いいというのは、もう私も重々分かってきたんで最近。そこら辺をちょっとね、掘り葉掘り聞けたらなというところと、まあ、一方で、まあ、アルビーそんな見てないよと思われる、まあ、マリノストークチャンネルさんから見た新潟の印象、をちょっとザックバラにお伺いできればというところと、まあ、そこから試合のプレビュー展望に行って、まあ、お知らせクロージングとこういうふうな流れでやっていきたいと思いますので、ぜひ最後まで ご覧くださいというふうなところです、ということで、まず最初に、ご紹介ということで、まあ、チャンネル内容からちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、普段どういった内容を YouTube で上げてらっしゃるのかとか、ちょっとお話いただければと思います。そうですね、チャンネル内容としてはもう、もしチャンネル名の通りマリノストークチャンネルということで、マリノスに関するトークを僕と DJ トムで毎回行っておりまして、基本的には、まあ、3部構成ですかね、レビュー、プレビュー、あとは、まあ、Vlog ですかね、まあ、そこをメインに行っておる、はい、いるチャンネルです。なんかこの前天野選手出てませんでした？実はですね、天野選手、うちのチャンネル、準レギュラーでして。すげえ。勝手に準レギュラーにしてるんですけど。勝手にあげんじゃねえって言ってました。いや、別に、あげても別にそんなに、まだお前の方にそんな頼ろうとは思ってないよと言ってますから。その、つながりを、DJ ともさん言ってください、天野純選手。まあ、小学校からのつながりです。あ、幼馴染なんですか。そうです、もう新潟にもね、DJ とも知り合い。早いって。え、すげえ。早いって。顔広すぎる。コウジ君のことね。そうです、DJ ドームとですね、鈴木浩二選手が、もうかなりの深いつながりなんですよね。はい、実家がもうめちゃくちゃ近くて。もしかしたら見てるかもしれないですよ。いや、もう強制的に見てもらいたいですね。ちょっとよろしくお伝えください。いやいや、もちろんですよ。もう今ちょっとね、連絡工事君にしつこくしちゃった、今仕事されちゃったんで、また寝かせていっぱい連絡しようかなと思ってます。あ、そうなんですね。はい。
なるほど。じゃあ試合のプレビュー、レビュー、Vlog というところを中心にというふうな感じなんですね。そうですね。なるほど、はい。ちなみにその YouTube を始めたきっかけみたいなのは何なんですか？YouTube 始めたきっかけは、僕らがですね、このマリノストークチャンネルを始める前に、はい、もう一つ僕ら、ポッドキャストチャンネルを持ってまして、三度の飯よりサッカー観戦というポッドキャストチャンネルをもう一人の、友人とやっていて、はい、そこで、僕ら二人でもなんかやりたいよねっていうことになって、じゃあ二人で なんか無限に、再現性を持たせて話せる内容何かなって考えたときに、はい、もう共通の話題がマリノスしかなかった。ああ、なるほど、なるほど。ということで、もう、マリノスだったらこれも無限に発信し続けられるなっていうことで、YouTube チャンネルを開設したというような運びです。やっぱその YouTube やり続けるって、なんかその、金も、僕もビジネス YouTuber って散々叩かれたりするんですけど、アンチに。好きなことじゃないと続かないっすね。いや、ほんとそうですね。うん。その例えば僕だってアラビとか J リーグが好きだからこう 毎日動画上げれますけど、はい、多分好きじゃなくて金儲けのためにこれやろうとしたら多分続かないですね。いや、おっしゃる通りですね。いや本当になんかそれはなんかめちゃめちゃ思いますわ。そうです。僕らもでも10年ぐらい前か、 DJ トム、もうずーっとマリノスの試合は一緒に行ってて、まあでもその時からやっとけばよかったなって、まあ、たらればなんですけどね。いやもうそうしたらもうコハロンさん超えてたかもしれないですよね。可能性ありますね。コハロンさんよりも早くあの格好になってたかもしれないです。もうタイツを今さらもう今さらコハロンさん何の格好でやってるんだろうなぐらい。フリーじゃねえのっつって。いや本当なんかそうっすよ、好きじゃなきゃできないですもんね。そうですね、まあ、それがきっかけですね、始めたのは完全に。ちなみにお二人もなんか幼馴染かなんかなんですか？そうですね、僕と DJ トムが、まあ僕が1個上で DJ トムが1個下なんですけど、はい、で、DJ トムと僕が中学校の時に、はい、まあ地元がほぼ一緒なんですね、横須賀と三浦っていう。ああ、はい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 。で、そこに横須賀シーガルズっていうチームがありまして、まあ、そこで一緒のチームメイトだったっていうところが、あ、なんか最初のつながりですかね。なので、まあ、幼馴染みたいなもんですかね、もう。なるほど、なるほど。僕、ちょっと1年で、ちょっと対談して。対談というか、首です。あ、そうなんですか、やらかしたんですか。中学生の育成年代では珍しい首になりました。首になりましたんですか。え、何やったらそうなったんですかね。横須賀で、本当にね、珍しいですね。ちょっと服が汚れたからちょっと500円くれよって言ったら、それがカツアゲに当たってやる。そうなんすか。育成年代では珍しいですね、このケース。めちゃおもろい。DJ でもね、結構将来嘱望されてたんで、1個上の年代とかにも来てたんですけど。はい、そうなんすね。泣く対談と。将来嘱望で横須賀の未来はあるじゃん、それ。でもこの横須賀近辺で、やっぱり、はい、天野純選手とかも一緒にやってたりとか、あと小野雄二選手とか、やっぱあのあたりもかなり、つながりが深いというか、まあ、僕は全然つながりないですけど、DJ とか。深まる名前が、めっちゃ出あるんで。すごいっすね。ちなみにその、はい、DJ トムさんの DJ っていうのは、本当に DJ やってるんですか？何の DJ 関わりない、ちょっとかっこよさそうだなっていう安易なのね。いや、なんか DJ やってるので、僕のチャンネル準レギュラーのりょうてぃーばっくさんっていうのがいるんですけど、彼は本当になんか DJ やってるみたいで。あ、そうですね。僕はただ単に前につけるとかっこいいって田舎の考えですね。DJ トムっていう。そうですか。はい。なるほど、なるほど。ということで、そうなるとそのマリノスチャンネルなわけですから、そのマリノスだったら続けられるってことで YouTube を始められたということで、そのマリノスサポ歴だったり、そのマリノスへの思いみたいなところっていうのは、ちょっとぜひお伺いできればと思うんですけども。そうですね。まあ、これは僕はマリノスサポでやらせていただいてるんですけど、DJ とは一応中立の立場というような形で。あ、そうなんですか。ずっとマリノスサポじゃないって言い張ってるんですよ。一応中立の立場でお送りした方が面白いんじゃないかっていう形で、ビジネス中立って形でもなってます、今。あ、がっつりそのサポーター同士ってわけじゃなくて、ちょっと一歩引いたみたいな。そうです、そうです。そうです。ああ、なるほど、なるほど。はい。で、僕に関してはもう多分サッカー始めて、5歳ぐらいからサッカー始めたので、あ、早いですね。それぐらいからもうマリノスのずっとサポーなので、28年ぐらいですか。
すごい。ありのせさ、リジュートもでもそれぐらいですか。いや、僕もそうですね。でも、僕らも、サッカー上手いやつ、イコールもうマリノスっていう、あれができたんですよね。そういう、横須賀と言ったら、やっぱりマリノスオッパマっていう株組織が横須賀にあるんですよ。はい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 。なので、上手いやつは大体そこに行くので、あ、なるほどね。マリノスとのつながりがもう、やっぱり小さい頃から、もう根深くあって。ああ、一番上手いやつ集まるのは、オッパマの、その、オッパマの株組織だと。オウにハマって書いてオッパマですよね。はい。はいはいはい。しかり。すごい。28年ってすごいっすね。いやいや、もうコーズ TV さんほどじゃないですよ。いやいや、僕も、アルビで言ったら J2 初年度からなんで、まあ、J リーグ自体もうちょっと前からですけど、だってフランスワールドカップの前とかですもんね、28年とか違います？あの、そうですね。それがサリナスとかなんかその辺あたりがいたぐらいです。だってまだフリューゲルスあったんじゃないですか。フリューゲルスありましたね。ねえ、ありましたよね。はい。すごっ。それはめっちゃ怖っすね。結構まあ僕らは、やっぱ横須賀っていう土地柄、そのマリノスの試合やっぱり見に、サッカーやってたらやっぱ、あの、あるあるなんですけど、これは。横須賀市民、はい、マリノスのタオル絶対持ってるみたいな、サッカーやってる子は。まあ、そんな根付いてるんですか。結構根付いてますよね、DJ トモさん。なんかもう色あせた状態で、あの、家に1個ある。色褪せた。あの、日常使いされてるみたいな。日常使いされてる。たまにもう、あの、タオルマフラーとかの連結させておばあちゃんとかミシンで繋げる雑巾みたいにしちゃってる。あの、でっかいトンボ用みたいな、なんかの木製みたいな。ほんとそんな感じで、も皆さん、一回にも1枚、2枚はあるじゃないですか。すごいっすね。でも、昨日もすごかったっすもんね、ACL の決勝、ファーストレーグ、5万3000何百人とか。そうですね。うん。いや、すごかった。いや、いいっすね。なるほど、なるほど。ってなると、あれじゃないですか、その2013年の優勝阻止された新潟の試合とかって、あんまいい印象ないんじゃないですか。そうっすね。あの時は、まさかとは思いましたけど、でもあの時に僕は、もう今でも忘れはしないですけど、レオシルバのもう名前をもう、毎晩思い出します。やばい、やばい、やばかった。チート、ハイパーチートブラジル人だったんで、あれ、ほんと。いや、あの、中村俊輔選手がなんかあんなことになるのってあんまないよね。あー、なるほど。まあ、だから中盤のゲームメーカーを潰すんだったら、もうレオシルバはもう今後4、5年覚えておかなきゃな、みたいな。まあ、そうっすよね。いや、マジで、レオシルバは割とその助っ人外国人の中では長くいてくれた方なんで。なんか、新潟でね、当たる、外人フォワードみたいなのが他に取られるっていう、なんかもうそのイメージが。そうです、浦和とか。取られるんですよ。エジ・ミューソンとかラファエル・シルバとか。ラファエル・シルバ。いや、ラファは強力でしたもんね。うん。なるほど、なるほど。じゃあ、結構で、じゃあ新潟も、あれですね、J1 歴は意外と長いんで、あの、5年間 J2 落ちちゃってましたけど、2004年かな ?4 年、3年に昇格してるから、4年から J1 だと思うんで、はい、結構対戦もしてると思うんで、あれですよね。あんまり馴染みのないチームでもないって感じですよね。あ、もちろんです、もちろんです。ブラジル人がやっぱ上手いっていう、基本的に。そうっすよね。だから最近の J1 上がってからの新潟は多分、まだ去年と今年しか多分見てないと思うんで、スタイルが全然そのブラジル頼みのカウンターから変わってきたんで、うん、ファンとかはめちゃくちゃでも新潟ね、見てて面白いサッカーしてましたよね。ね、マリノスにダブルしてるっすよね、多分。いや、ほんとやられました。去年ね、そうなんです。そうなんです。めちゃくちゃ強いなっていう印象しかないんですよね。マリノス、今日、今年マリノス戦しか見てないの、新潟も、基本的に。はいはい。でもめちゃくちゃいいチームだなっていう印象しかなかった。噛み合わせがいいんでしょうね。なんかマリノスさんが多分新潟対策めっちゃするっていうよりは、マリノスのサッカーしてくれるから、そうですね。うん。すごい多分、あの、組み合わせというか、対戦の噛み合わせがめっちゃいいのかなって気がします。いやというわけで、じゃあちょっとそこら辺も含めてなんですけど、最近の、ちょっとマリノス事情っていうところをちょっとぜひ、あの、根掘り葉掘りをちょっと教えていただきたいんですけども、はい。特に、じゃあ最初、リーグ戦とか、まあ、ACL とか、まあ、非常に過密日程だと思うんですけれども、まあ、そこら辺での戦いぶり、まあ、ターンオーバー、浦和戦なんかもう完全ターンオーバーだったと思うんですけど、そうですね。そこら辺の戦いぶりで、まあ、現状、どんな感じなのかってちょっと教えていただけるとありがたいです。
まあ、そうですね、やっぱターンオーバーをしているので、まあ、2チーム分の戦力があるかというと、今やっぱりマリノスはそうではないですね、DJ トムさん。そうですね、もう本当に今、通常、まあ、それこそ昨日 ACL 決勝でね、あのスタメン11人がもうマスト。特にも前線はもう怪我なく、体調管理しっかりして3枚出てもらわないと。あ、やっぱあの外国人3枚はもうマストって感じなんですか？そうですね。正直言って、もう今後取られたりしたらやばいんじゃないですか。ぶっちゃけ。誰を取ってくるかっていうところがあると思いますけど。そうです。特にやっぱウィングが、今駒不足って言ったらあれですけども、なかなかやっぱりヤンマテウス、エウベル変えてしまうと、流れがちょっと急激に落ちちゃったりとか。なるほど。宮市選手とか水沼選手とかも、もう我々新潟からしたらめっちゃ強力じゃんって思うんですけど。そう、まあ、そうですね。ちょっとでも、今シーズンは宮市選手とかも、なかなかね、コンディション上がってないって言ったらあれなんですけれども、そう、やっぱフィニッシュの部分がやっぱ課題なので、そういったところを考えると、やっぱりエウベルとヤンマテウスに比べると、ちょっとどうしてもっていうところはあるんですよね。まあ、確かにエウベル、ヤンマテウスはちょっとチートですよね。ちょっとチートなんですよ。はい、流れ簡単に変えれちゃうから。そうですね。あとはもう、ただその塩貝くんっていう子が特別指定で慶応から、はい、マリノスに来てるんですけれども、はい、その選手がもしかしたら2月戦も出てくるかもしれないんですけども、めちゃくちゃいいんで。いや、浦和戦見たんですよ、現地で。はい、めっちゃ良かった。塩貝選手なんかえぐいシュート打ってませんでした？あ、結構シュート力とかもパンチありますからね。そう、あれはずるいと思いながら見てましたけど。ちょっとでも浦和戦の塩貝選手はやっぱなかなか周りのメンツもちょっとどうしても相まって、はい、うまくね、いい持ち味出してなかったですけどね。あ、じゃあもっと周りが活かしてあげれたらもっともっとポテンシャル引き出せるよみたいな感じなんですか？ポテンシャルは言えてないですよね、ディジトムさん。いや、まあポテンシャルもそうです。まあでも結局ショルツとね、ホイブラーテンに、やっぱりもう完全にもうしっかり抑えられてましたから。あー。塩貝選手の成長も絶対今後は必要かけたと思います。なるほど。で、上中選手がだいぶ育ってきてますよね、マリノス。めちゃくちゃ育ってますね。だって長崎からね、移籍してきて。あれ、JFA アカデミーかなんか出身ですもんね、確かね。そうですね、福島。水戸選手とかとなんか、あれなんですよ、同じなんですよ、確か。アカデミー、JFA アカデミー、福島かなんかの。あと、加藤聖選手も福島。あ、そうですよね。確か、あれ、そうだった。あ、なるほど。なんか、そこら辺、なんかすげえ、もう主力だと思いながら昨日見てて。そうっすね、あの選手、ACL で化けましたね。あ、やっぱそうなんすか。はい。あ、なるほど、なるほど。すごい。いやー、なかなかね、強力なチームだなっていうのは改めて僕も感じてるんですけど、まあ、監督が、その、マスカット監督、ケビン・マスカット監督から、キューベル監督に代わって、はい、どうですか、新監督は。新監督どうですか、DJ トムさん、ここは。いやー、まだ、正直なんかキューベル監督絶対的なっていう感じじゃないですよね。そう。ところどころちょっとちょっと怪しいなっていう。怪しいってどういう、あれだったの？ベンチワークとかその、戦術の落とし込みとか。ACL 第2戦で、なんかウルさんってやった時に、はい。なんかホンミョンボ監督がなんか4枚買いしたんですよ。はいはいはい。で、その時にウルさんすごい流れ持っていって、はい。で、あ、なんかすごいな、やっぱ名称なんだなと思って見てたら、次のレッツ戦にまた4枚が9円感じやってきて。あ、これインスパイアされてやってんじゃねえか、みたいなで、ツイッターに書いてあ、これインスパイアされんな。感化されがちみたいな。スラムダンク読んだ後みたいな、名称になってくるみたいな。スラムダンク読んだ。いや、まさかそんなことしてねえよなっていうのと、やっぱりまだ一部リーグの経験がもともとなかったんで。ああ、そっかそっか。そのトップリーグ監督経験がないんでしたっけ？コーチからでしたっけ？セッティックから。そうですね。一部のリーグの、そういった経験がないので、まだ。ああ、なるほど、なるほど。イギリスの4部とかで監督がやってたりしたんですけど。ああ、じゃあ、また違いますよね。そうですね。また違うので、まだ、まあでも、あんまり正直そんなに負けたりはしてないので、QL 監督になってから。うん。なので、まあ、ただなんか、
ちょっとそのボスの時に受けた衝撃っていうところはあまりなんか少なくなっちゃってる。ポステゴグルー。はい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 。やっぱポステゴグルー監督のことボスって呼ぶんすね。あ、ボス。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 マリサパールアです、これマリサ。なんかそのマリノスといえばその本当にそのポステゴグルー監督のそのハイプレスハイラインみたいな。はい。で、ウィンガーの質で、やりきって、西でサイドバックで真ん中尽くしてみたいな。そうですね。ですけど、それはもうずーっと踏襲されてるんですか、キューウェル監督になっても。いや、キューウェル監督になってそこまでなんかハイプレスっていうのは少なくなったよね、ディエド。そうですね。まあ、なぜかここも、マリサポの人たちあんまりあれですけど、なぜアンカーなんだっていうのは、今もちょっと疑問が。おー、なるほど、なるほど。そうですね。うん、もともとツーボランチでしたっけ？そうです。ツーボランチのインサイドハーフ1枚だったんですけども。あー、じゃあ普通に正三角形だったんですね。そうなんですよ。それがもう狙われるっていう。うん。あー、昨日だと木田選手がいたところかな。そうです。そうですね。木田選手が。で、榊原選手ですね。浦和戦で言ったら。浦和戦で言ったらそうですね。あれの両脇取られるみたいな感じですか？あれの両脇も取られますし、ただ単にアンカーにも当てるよ当てるよで当てて取られるっていうのがあるの。ああ。じゃあ、キューメル監督になってアンカーシステム採用になってるんですか？そうです。そこがちょっと変わったんですよ。へえ。じゃあ、それでその守備の部分でディフェンスちょっときついわみたいなシーンが割とあるみたいな。失点多いですかね、今シーズンは。ああ。アンカーはなんか、だけど、ロマンなんでしょうね。うん、見た、そうっすよね。なんか、松橋監督も、それこそマリノスの方ですけど、はい、ユースの監督やられてたりとか、新潟で初めて監督として指揮取った時に、ワンアンカーやったんですよ。で、4戦勝ちなしで辞めたんです。あ、辞めたんすそのアルベル監督の時のダブルボランチじゃなくて、ワンアンカーで行くんだ、みたいな。そしたらもう、やっぱ、高高弘とかの負担がえぐくて、やっぱ、それ両脇狙われて、まあ、初期位置っちゃ初期位置ですけど、やっぱ、むずかったっすね。やっぱ、ツーボランチに変えてから全然劇的に変わったんですか？ツーボランチに変えて劇的に変わりました。やっぱそうなんだ。そう。なんか、あれですよね。ワンアンカーで両脇狙われるっていうのもあるんですけど、僕たち、マリノスは保持してんじゃないですか、結構。はいはいはい。うん、当てどころがなんか、センターバックから減った気がします。ああ、その、縦にボールつけるターゲットが、じゃあ、例えばインサイドハーフ降りてくるかって降りても来ないし、みたいな。そうですね。で、多分ね、アルビレックスとの違いで言うと、結構距離感がアルビレックスが近いんですよ。はい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 。結構回せてるのは、マリノス選手間の距離がちょっと遠いんで。うん。で、それで結構そのパスがずれたりとかってのありますよ。うん。ああ、そうですね。でも本当に、もう技術力もっとちゃんとしないよ、みたいな。まあ、技術力もそうですし、もう本当まだまだ選手のクオリティにっていうところは。ああ、なるほど。ウィングに、両ウィングにね、頼ってますよね。ああ、もうなんとかやって、もう個でなんとかしてくれるのいるからなんとかなってるけど、みたいな。そう、それでまあ、ね、やっぱりテルとか、レオセアラとか、はい、あのあたりも控えにいたので、2020年とか優勝した時は、あ、2022年か。24度以上だと調子上げるレオセアラ。そう、あったかくなってくると調子いいってデータがあったらしいんですよ、確か。そうそう、夏のレオセアラと言われてるんで。そうそうそう。はい、なるほど。面白いですね。で、あとはその新戦力。まあ、新潟的には渡辺大輝選手どうですかっていうのを聞きたいんですけど、これはね、はい、ちょっとまとめました。こんな出入りだったんじゃないかなということで、2024年の新加入選手と移籍選手。の一覧ちょっとまとめてみたんですけど、すげえ、すごい。インアウトで言うとどうですか、その出てった選手これ抜けたの痛かったわっていうのと、来た選手この選手でかかったわっていうところで言うと、やっぱ痛かったのは角田くんじゃないですか。 DJ トムさんどうですか、うん、いや、あと一森選手もう、まあ、痛かったっちゃ痛かった。あー、なるほど。ディフェンス、ま、そうですね。角田選手、ね、かなり安定感出てましたもんね。若手で起用されて結構急成長して。そうですね。ちょっとこの新潟サポーの皆さんに申し訳ないですけど、この角田選手と渡辺大輝選手ってやっぱ今、比較されることがやっぱ多いんじゃないですか、どうしても。はいはいはい。まあ結局後釜的存在ですもんね。
そうなんですよね、うん、そういったところでまだまあ渡辺才貴選手1年目なのでしょうがないと思うんですけども、はい、ちょっとやっぱりまだまだ物足りないんじゃないかみたいなの声はよく聞きます。まあそうっすよね、はい、なかなかね。え、でもコープエリアムはいいんじゃないですか。コープめっちゃいいっすね。ねえ、めちゃくちゃいいっす。個人的には一森よりポープの方がいいんじゃないか説論者なんで僕は。可能性、そうですね。でシュートストップに関してはやっぱりポープの方がいいかもしれないですね。そうっすよね。ちょっとその退場、はい、退場というかそのカードもらう感がある部分がちょっと懸念かもしれないですけど。そうですね。やっぱあの裏に抜けたシーンの行くのか行かないのかっていうところポープちょっと悩みがちかなって。一森なんかちょっとなんですかネジ抜けてるって言ったらあれですけどあのもう行くよみたいな感じであの思い切って言ってくれるんでそういうところを防いでくれたりとかってあるんですけど、ポープ選手ちょっと迷っちゃったりするところがあって、そうっすよね、レッドカードとか出ちゃってるのかなって感じです。なるほどなるほど。結構で西村選手の穴とかは大丈夫なんですか。どうですか DJ トモさん、この辺。いやでも西村選手もね、なんかちょっと中盤だとなんか今いる選手と比べるとまあちょっとキャラクター違うじゃないですか。うん、はいはいはい。まあだからやっぱり いてくれたらまあなおかつ助かりますけど、あの選手センターフォワードもできるじゃん。ああ、そうかそうか、トップ下でもいけるしセンターフォワードもいけるしみたいな、その汎用性が高い部分があって ACL とか考えるといてほしかったですよね。ああ、うん、確かにな。まあ、西村選手がいなかったからこそ上中選手の覚醒があったっていうのはあるかもしれないです、うん、ああ、そっかそっか、そこがもう成長で補えたみたいな。そうですね、なるほど、それはあると思います。まあ、あとはあの若手選手やっぱ放出見てるとやっぱり全然プレーをあんまり見たことがしっかりなかったんで、ああ本当だ、ああ本当だって。沼津とか滋賀とかこれはレンタルですかね多分ね。どうなんだこれもう多分レンタルという名のみたいな結構マリノスある、うん、あ戻ってくるのしんどいぞみたいな。もうあの取るはいいけどもう全く出ないっていう。ああ、じゃあもう本当にもう数少ないチャンスをものにできた若手だけチャンスがある。そうですね。この木村拓哉選手とかってヴァンフォーレ甲府に行った中盤の選手なんですけど、はい、この選手ルヴァンカップとか出てたんですけど、やっぱりすごくチャンスをつかみきれなかったかなっていう印象ですよね。あ、そうなんすね。結構僕らもあれですよね、動画で、あの、徹底分析とかいう名の、あの、あっさいトークシーやりましたけど、木村拓人選手ね、明治大学から、もともとマリノスユースで、明治大学。あ、じゃあもう、あの、ホームグローンではあるんですね。そうですね。なんで今、はい、ただヴァンフォーレ甲府で結構出てるみたいなんで、アンカーとかボランチで。なので、まあ、この選手のポテンシャルは、いい、いいですよね。高いですよね。なるほどな、いやー、渡辺大輝な。だけど、なんか最初サイドバックで使われてませんでした渡辺大輝。そうですね。使われてました。あれ、あれ、どうしたと思って。単純に左サイドバックがいなかったっていうのと、あとはまあセンターバックはエドアルドとね、あの、上島がやってて、で、左サイドバック、やっぱり守備の強度で、の面で言うと、渡辺選手が一番やっぱり左サイドバック使える駒、使える駒って言ったらあれですけど、出れる人の中で高かったっていうところがあるんじゃないですかね。なるほど、なるほど、なるほど。ただまあ彼、新潟だとセンターバックで開花したんで。ああ、みたいですね。そう。昨日は割と良かった印象ありますけどね。いや、昨日が一番良かった。昨日なんかちゃんと走ってましたしね、追ってたし。昨日がだって一番ですよね、渡辺大輝選手めちゃくちゃやっぱ昨日良かったっすよ。昨日良かったっすよね。よかったっす、昨日は。一番良かったさ、間違いない。一番良かった。いや、だからなんか、やっぱ取られたの痛いなと思いながら見てました。僕は本当マリサポじゃないんで、なんか新潟返してあげてもいいんじゃねえかなと思って、僕、すげえ。いや、本当ね、今やばい。もう新潟やばいっすよ。やばいっすね。渡辺大輝の穴は結構でかいなっていうのが。ありますね。それで洗いも抜けちゃったんで。ああ、痛いですね。そう、めちゃめちゃ痛いですね。ということで、今度は逆に新潟の印象をちょっとお伺いしたいなというところなんですけども、マリノストークチャンネルさんから見たアルビレックス新潟、まあ、ザック・バランにどういう印象を持ちですか？そうですね。まあ、昨シーズンはめちゃくちゃいいチーム。まあ、ザック・バランにめちゃくちゃいいチームだなと。あの、やっぱりビルドアップめちゃくちゃうまいですし、はい、本当に、何ですか、マリナスと似てるんだけどちょっと違う。まあ、すごいいいチームだなっていう印象があったんですけれども、はい、今シーズンはなんかちょっと、やっぱりその、渡辺大輝選手の穴と、あと荒井選手の穴がちょっと埋め切れてないのかなっ
ていう。そうなんですよね。ちょっと失点が多いですか、今シーズン。失点多いんですよ。もう特にその直近5試合の中で3失点以上が、もう昨日も4失点してるんで、浦和に。そうですよね。で、その前神戸に3失点。で、4月の末には FC 東京に3失点ですから。そうですね。なので、まあ、結構掲示板とか見るんですけど、なんか松田栄太郎君と松橋監督が結構叩かれてるっていうのを。マリノス側でも話題ですか？話題になってますね。いや、松田栄太郎選手はね、ちょっと今窮地かもしんないですね。本当ですか？やっぱ650分。まあ、下手したら700分近く今出場機会与えられてて、13節終わって、はい、ゼロゴールゼロアシストとかじゃないですか。いやウィングでそれはしんどいっすね。まだまだ結果が出てないんですよ、やっぱ得点につながる。それでも出す松橋力蔵監督っていうところで叩かれてるんですかね。まあそれもありますね。だし、まあユースの教え子だろっていうのもバレてるんで。完全に息子枠っすね。パルマみたいな。いや、だから本当、松橋さん多分期待する人なんで、選手にめっちゃ期待するタイプの監督なんで、結構我慢して使うんですよ。だから松田選手だけじゃなくて、小見選手とかも。ああ、小見選手、いい選手ですね。やっぱり昨日もそうなんですけど、ゴール前でもう、落ち着いて打ちなさいってところで吹かすんですよね。ああ。なんかでもあれですよね、新潟のでも、これ、ポジティブな話ですけど、やっぱスタイルが出てきたっていうのはいいですよね、ここ数年と。まあそうなんですよ。うん、その、今までの、その、本当にカウンターサッカー、もう個で、それエジミューソンとか、マルシオとか、ラファエル・シルバーとかに頼り切ってたサッカーじゃなくて、ちゃんと繋げてるのはでかいですね。うん。まあここからあと、もう、本当に一個ね、皮が抜けたら本当にすごいチームになるかなっていうのは印象はありますけど、いやなんか頑張って長谷川元輝が取れたのは出なかったんですけど、4-5-1みたいなっていうトップ下で。そうなんですよ。ただ長谷川元輝は昨日怪我しちゃって。そうなんですよ。なんか多分人体系じゃねえかみたいな。松葉杖ついて出てきた情報あるんで。あ、いいですか。で、高木も怪我なんですよ。いい。だからもうトップ下がいないんですよね。まあ、鈴木浩二君がトップ下やってますか。だから、そう。で、鈴木浩二選手も、まあ、割と怪我がちなんで。そうですよね。そう、騙し騙しって感じなんですよね。いつ離脱するかわからないって感じです。そうなんですよ。だからもう、怪我人がちょっと多すぎる問題ってのは今、新潟めちゃめちゃあって。小野裕二選手はどうですか？小野裕二選手は、僕は本当にその、まあ、ちょっとバイアスかかっちゃうんですけど。はい。あの、まだマリノスタウンがあった頃に、ああ。サインもらって、あの、なんか、抽選で、当日抽選とかで、なんか100人とか200人とか、そのクラブハウスの中に入ってサインしてもらえますよみたいなのあったんですよ、確か。マリノスって。で、それの練習公開の時にたまたま行って抽選当たって、で、サインもらったって思い出があるんですけど。すごい。そう。で、そう、マリノスの10番、最年少10番、で、まあ、トスでも10番、で、新潟来たってなって、まあ、期待めっちゃしてて、で、実際その、ロッカールームの映像とか、見ると、まあ、めちゃめちゃ鼓舞してるんですよ。うん、もう戦術とかじゃねえかな、みたいな。熱い男なんで。でもやっぱそれが、うまいこと、全選手に伝わってない感じですよね。なんか統一の共有、共通認識がなかなか取れてない印象があって。あとはやっぱ狙われちゃったかな。そうですね。あとは、やっぱり小野裕二選手も、結局言うと外から来た選手なんで、そこもでかいかもしれないです。そう。やっぱりそういったベンチの雰囲気を作っても、やっぱり新潟にずっといたかっていうと。そうそう、そうなんですよね。なんか誰が発言するかでそういうのが変わってきそうな感じしますけどね。そう。だから何を言うかじゃなくて誰が言うか説ですよね。バーン。そう。だ堀米も怪我なんですよ、今。キャプテン。だから、なかなかね、しんどいんですよね、チーム事情的には。そう、だから多分その戸ざま感はまだあるのかもしれないですね。確かにそうですね。うん。小野裕二選手もあれですもんね。松橋監督の、あれですよね。DJ トムさん、あれですよね。マナ弟子です。マナ弟子、マナ弟子中のマナ弟子ですよ。そう。だユース時代の教え子ですもんね。そうです。そう。だチルドレンも割と多めなんですよ。ああ、そうです。松橋チルドレンが。そうですね。多いですね。なかなかね、結構台所事情としては厳しい
で、なかなかやっぱ今、先制点が取れない問題っていうのがあって。マリノスさんはどうなんですか？今年のリーグ戦だと先制点割合みたいな結構高いんですか？先制点割合はちょっとごめんなさい。わかんないんですけど。感覚で大丈夫です。感覚でどうですかね？先制点取ってるけど追いつかれるみたいなことが多いかもしれないですね。あだとすると、多分アルビとの組み合わせはいいです。あ、本当ですか？アルビは先制点取られるけど、なんか頑張って引き分けに持っていくみたいな試合がまあまああるんで。そう。だからちょっと勝ちたいっすね。今節は。13試合中11試合先制されてるんで、新潟に。結構しんどいっすね。前半30分以内の得点がない。まだ。みたいな。だからそこら辺はかなり今回躍起になってくると思うんですけど、まあどうなるのかなっていうとこっすね。うん、マリノスからしたらでも、もうそろそろリーグ戦もちょっとこう、勝ち点を落としていくと厳しくなっていくんで。いや、ほんとそうですね。うん。まあ、紙、そうですね。まあ、ただ ACL の80億が一番大事じゃないですか。まあ、それが一番最優先事項にはなってくるんですけどね。そう。なるほどな。ということで、まあ、いよいよ本題というか、試合の展望に移りたいと思うんですけども、キーマンと予想スタメンと予想スコアというところで三段構成で聞きたいと思うんですけれども、まずやっぱりキーマン、注目選手みたいなのちょっと教えていただけますか。そうですね、僕は、マリノスちょっとこれ出てくるかもわからないですが、先ほどお伝えした塩貝くん。もし帯同できれば、多分センターフォワードで出てくるんじゃないかなと思うので。おー。まあ、塩貝くんはぜひですね、新潟サポの皆さんも見ていただきたいです。あ、國學院久我山校なんですね、ジュニアユースから。横浜そうですね、久我山から、慶応だ、ね。慶応で。今、慶応 2年生かな。え、まだ2年生なんですか ?2 年生。19歳。異例の、もう内定、特別指定みたいな。え、何年入団ですか ?2027 年。2027年、7年です。え、すごいっすね。そうなんですよ。めちゃくちゃ逸材なんですよ。え、じゃあ3年間強化してですか、じゃあ、おそらく。それか、まあ、でも、リジェットもさ、あれですよね。もしかしたら、柴崎学パターンでしたっけ。まあそうですね。早めにちょっと、慶応の方は、通信に切り替えてもらって。あ、もうドロップアウトして、はい。うち来いよと。慶応も中町監督なので、ああ、なるほど。マリノスとつながりが深いので、まあ、その辺は、もしかしたらうまく、交渉がつけばっていう感じじゃないですか。なるほど。塩貝選手の特徴をちょっと、アルビサポに向けてちょっと教えていただけると。いや、もう収まりますし、早いですし、まあ、シュートのパンチ力もあるし、すべてできる、まあ、センターフォワードですし、ウイングもできちゃうんで。あ、そうなんですか。はい。もう本当の万能型っすね。万能型っすよね、ジェジェドンさん。いや、なんかもうなんか塩貝選手をもうめちゃくちゃもう良くさせたらもうスワレスね。ああ、そう。ぐらい。なるほど、なるほど。なんかもう一人でも単独でもいけますし、結構なんかあんまり珍しいゴリゴリした感じの。そうですね。はい。メンタリティもすごいいいんですよね。なんか松木玖生選手みたいなメンタリティを持ってて。ああ、じゃあ結構その、もうエゴイストじゃないけど。そうですね。割と自分でなんとかもうできるし、みたいな。そうですね。もうバチバチ、バチバチやる感じです。すげえ。それはちょっと要注意選手ですね。ただ、ごめんなさい、帯同するかどうかちょっとわからないです。ああ、そっか、大学リーグの兼ね合いもありますもんね。そうですね、大学リーグの兼ね合いもあるので、そこ次第で、もし帯同さえできれば出てくるんじゃないかなとは思うんですけどね。なるほど。もう一人、二人、どうですか？そうですね、そうですね。いや、でもそれで言うと、やっぱここ最近出場機会が増えてきた榊原慶吾選手です。うん、うん。ああ、昨日もね、途中から木田選手と変わって出てましたけど、そうですね。いや、まあ、僕ね、ノーマークだったんですよ、榊原選手。ね、どういう選手なんですか？榊原選手は、結構ね、僕もユース、あの選手ユースだったんですけど、はい。結構やっぱりもう、生粋のテクニシャンかなみたいなイメージだったんですよ、マリノスユースの。はいはいはい。ちょっと細身で、まあ今でも細身ではあるんですけど、まあ、その中でもやっぱりこう、ボールダッシュとか、まあディフェンスも頑張れたりっていう、ちょっとバランサーですよね。あ、そうなんですね、その。はい。あの、対人守備的なところもいけたりするんですね。いけるんですけど、まだちょっとね、線が細くてですね。そう。いや、本当にそうなんですね。本当、ぜひ、家系ラーメンを週3ぐらいで食べてほしいなぐらい。本当に。なんか横浜だけに。
横浜。なるほど。まあ、ただちょっと。170センチ、60キロ出てますね、今ね。そうなんですよ。今見て。ちょっと異例のあれですよね。さっき話したマリノスのレンタルとかで。なんか LINE メール青森に行ってんですね。この選手とかじゃないです。そう、LINE メール、LINE メール多分あれじゃないですか。移籍しても戻ってこれないんじゃないかぐらい思ってましたけど。ああ、そういう感じの出方をしたけど戻ってきて出てるって感じなんですか。そうですね。株式からおそらくトップ昇格できなかったんで。なんか異例の。ユースから青森行って、マリノス行ってるのか。異例ですよね。ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ結構万能型の中盤だったら、じゃあアンカーとしては割と適任ですね。そうですね。ちょっと強度がね、やっぱりまだまだ足りないので、70分ぐらいまでちょっと体力尽きちゃうっていうところがあるんですよね、今のところ。ああ、なるほど、なるほど。でも期限付きで戻ってきた選手のなんかあれですよね。あんまりないパターンじゃないですか。ないね。うん、期限付き終わってまた同じカテゴリーに行くみたいなのがマリノスの。ああ、ね、なるほど。J2 にレンタル出せたら J2 の他のチーム行っちゃうみたいな。そうですね。なんかエンドローパターンじゃないですか。大宮行って新潟行ったみたいな。で、コード TV さんのさっきの表に書いてあった、なんだっけ、それこそ、つくいくんとかアスルクラロに行った。はい。つくいたくみ選手とかもすごい期待してたんですよね、僕らは。そうですね。ああ、うん、はいはいはい。それでもやっぱりマリノスのね、トップの昇格、トップチームでの出場っていうのはそんなに叶わなかったんで。ああ、やっぱ狭きもんなんすね。もう、あとは、それこそ杉本健佑選手は実際良かったっすかね。ああ、てか今大宮でめっちゃ無双してますもんね。無双しますね。杉本健佑は。実際ワンチャンいても良かったんじゃねえかなってめちゃくちゃ思ったんですよ、僕らのチャンネルで。そうですね。ああ、まあ、確かに。収まりがね、やっぱ J3 だと団地っすね。あれちょっとずるい。あ、そうなんですね。あれもう誰も取れないもん。J3 の選手。なんか余裕あります。そう。余裕ありますよね。ほんとプレイに。あ、なるほどな。じゃあそういう有望な選手がいる中で、高木村選手は、なんとかこう、マリノスの立ち位置を押しつつあると。結構やっぱり、出ないとね、試合に。QL 体制になって一気に頭角を現してきたって感じですね。ああ、じゃあ結構積極起用感あるんですね。QL。その代わり、はい、吉岡海奈選手がちょっと干されちゃってるんですよね。ああ、新潟に欲しい。いや、ありますよ、ちょっと。ありがとう。だって町田の時にめっちゃ活躍してたじゃないですか。10ゴール10アシストとかで。やりましたね。ねえ、それで満を持してマリノス戻ってきてっていう。なんかサイドバックやらされてませんでした、吉岡海奈選手。去年はマスカットには気に入られてたんですよね、吉岡海奈選手。ああ、はあ、はあ。QL になって完全に干されちゃってますね。ちょっと結構厳しいんですよ、QL 監督の。ここからはもう想像ですけどね、QL 監督は厳しそう、同じ左利きだから。ああ、見る目が変わるんすか。見る目変わるんじゃないですかね、もう。もうそれぐらいでもできるから、みたいな。それぐらいできるから、みたいな。なるほどな。いや、面白いっすね。まあ、新潟的には、まあ、それこそ鈴木浩二選手、多分出てくる可能性があるので。鈴木浩二選手、まあ、小野裕二選手は多分、レッズ戦出ちゃったんで、どうかなっていうところですけど。あとはトーマス・デンが戻ってきそう。なんだろう。ああ、いいですね。結構でかいっす。苦手には多分。でかいっす。今、センターバックは、トーマス・デンが出てきたらもう一枚は。で、もう一枚がその、東洋大の稲村選手っていう強化しての選手がいるんですけど。稲村選手が新潟的には渡辺大輝の後釜なんですよ。レフティーですか？左利きのセンターバックっす。ああ、いいっすね。でもう全然目処立ったねっていう、J1 でも目処立ったねぐらいの選手なんで。あ、そんないい選手なんですか。いい選手ですね。間違いない。彼が出てくると、結構でかいです。前橋育英高校から東洋大学、あ、もう絶対いいですね、キャリー。絶対あ、そう、めちゃめちゃうまいっすね。ええ。だそこら辺かな、その前線とディフェンスラインは、結構、まあ確かに割とターンオーバーする人なんですけど、選手入れ替え、毎回よ、4人とか3人とか入れ替えてくるんですけど、多分今回もある程度入れ替えてくるかなと思うんですけど、ただ怪我人が多すぎてターンオーバーすらできないみたいな。なるほど、いいっすね、それは。堀米、宮本、高木、長谷川、
もう結構いないんですよ。だからその宮本英治っていうのがまたいい選手だったんですけど、その高貴弘の後釜として、うん、で怪我しちゃって、なんか顔面蹴られて、そうだからそれ戻ってきたら熱いんですけどね。だから刈取役のボランチが今いないって感じです。ああ新潟は刈取役のボランチマリノスも欲しいですね。刈取役マリノスも欲しいね確かに。アンカーで欲しいっす。多分宮本くん多分強奪ありますね多分ね。強奪え、だってなんかオフシーズンに藤原宗也にオファーしてたみたいなのありましたもんね、マリノス。ありましたね。うん。いや、取られなくてよかった。今藤原いなかったらもうなんか、毎試合7-1とかで負けてますもん、多分。そう。で、予想スタメン、ちょっとやりますかね。予想スタメンもちょっと表を用意したんですけど、はい、あります。新潟は、もう、これね、正橋監督の予想、あの、スタメンって予想も無理なんですよ。スタメン、トトカルチョがめっちゃむずい人なんですよ。で、はい、まあ、これも僕の願望です。で、まあ、稲村とデンの2センターに、まあ、鈴木が、まあ、長谷川元希も高木もいないんだったら、鈴木がトップ下で、ワントップ谷口。で、左長倉、右長谷川拓実。まあ、松田選手が契約の関係で出れませんから。そうですね。うん、右サイドは、長谷川拓実か、もしくはダニーロ・ゴメスか。かなと。太田修介の可能性もありますけど、多分あの浦和戦スタメンだったんで、どっちかかなと。で、ボランチは秋山、島田ではなく、浦和戦でかなり活躍した奥村仁っていう、これも大卒ルーキーなんですけど、あのボールの持ち方、本間志音っていう。そうなんです。もともとドリブラーなんですけど、あ、そうなんですね。キャンプ期間中にボランチもやらされてて、割とボランチでも疲れるんですけど、そうなったら自然となんかワンアンカー的になっちゃうんですよね、新潟も。だから余計守備的には結構しんどいんですけど、まあこんな予想かなっていうところで、マリノスさんは浦和戦のメンツからどう変わるかちょっと教えていただけると。そうですね、ここは天野選手がごめんなさい、怪我しちゃってるんですよ。なんか負傷交代してますもんね。なので、ここを山根選手で来るんじゃないかなと。なるほど。天野選手のところが山根選手。はい。で、どうですかね。塩貝君が出れなかったら、もうここはもう上中朝日選手。ああ、もう連投。うん。しかないですよね。で、左、ここはと井上健太選手か、まあ、僕的には小池雄太選手でも面白いんじゃないかな。おー、小池選手って、あれじゃない、新潟下部組織出身じゃないですか、確か。小池、あ、そうなんですか。琉球ですよね、確か。小池雄太の、雄太の方ですか。小池雄太です。そう、確かそうっすよ。新潟ユースっすよ。あ、そうなんですよ、小池。そうです。ほんとだ、新潟ユースっすね。だけど、サイドバックのイメージありましたけどね。そうですね、最近でもこの前ウィングで出て結構良かったんですよ。じゃあ。で、ちょっとごめんなさい、怪我の状況がわからないんで、もしかしたら、出れるような状況じゃない可能性もあるので。なるほど。そうなってくると、井上健太選手。うん、うん、うん。じゃあ、ここ小池雄太選手だったら、まあ、ある意味、フルス対決にもなると。あ、そうですね。ああ、なるほど、なるほど。渡辺大輝選手は出てきそうですか？出ますね。出ますね。はい、あ、本当ですか。じゃあ、畑中選手、怪我しちゃったっぽいんで、ICL で。ちょっと最後の方も前線に残ってたんですよ、畑中選手。ちょっと足が動かない。あ、そうでしたっけ。エドワルドも欠けて、そうですね、畑中選手も怪我ってなるとかなりピンチですね。なので、もうこの2枚しかいないんですよね、それで言うと。あと、まあ、実藤選手もいるんですけど。ああ、なるほど。まあ、ただ、上島選手と渡辺選手で来るんじゃないかなとは。ああ、なるほどな。思いますね。で、キーマンとしては、まあ、出てきたら塩貝選手。うん、高木バーそうですね。はい。まあ、渡辺選手も。はい。渡辺の、大輝選手も。なるほど。両サイドバックはどうなんですか？どうですか？ダブル加藤。この加藤蓮選手、どうなんですかね？怪我は。いや、多分大丈夫じゃないですかね。加藤蓮選手は両サイドでいいんじゃないですか？あー。そうですね。ベルディにいましたっけ？そうです。あー。いい選手しかいないな。加藤蓮選手は昨日もベンチ入りしてるんで、多分アルビ戦は加藤蓮選手とこの加藤ひじり、ダブル加藤で来ると思います。ああ、来そうですね。レッツ戦をベースに来そうですね。
なるほど。加藤蓮選手はやっぱり速いっすよね。足速いですし、上下運動できるんですけれども、はい、このまあ2枚、攻撃的ですね。なんで DJ とかかなり。そうですね。まあなんといっても両サイドできますし、この選手やれって言ったら多分アンカーもできますし。じゃあ運動量もあるんですね、じゃあ。運動量もありますし、なおかつもう本当にいろんなところができるんで、もう助かりますよね、マリノス。補強してきた時にめちゃくちゃ助かるなと思いました。なるほど。ポリバレント選手って感じですね。いや、めちゃくちゃでかいっすね。そうですね。すごい。いや、でも走力強い選手、そこにいると嫌だな。まあ、両、早いっすね、どっちも。あ、じゃあ背後取られても自分でカバーできちゃうみたいな感じですか？そうですね。はい、あー、強いわ。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ということで。あとは谷口選手出場予定なんで、はい、ちょっと谷口農園の状況が心配ですね。不在な詳しいっすね。谷口農園。谷口農園がちょっと不在になってしまうっていうのは、ちょっとアルビで。今だけどあれですよ。アルビも谷口農園グッズ出してるんで。そうだ。僕も谷口農園靴下を買いました。事前に水をあげてから来ていただきたいですね。詳しい。でも結構今のところアルビのチームの中ではトップスコアラーなんじゃないかな。でもそれでも3点なんだよな。結構ビジトンさん昔から谷口選手いいって言ってましたよね。いや、めちゃくちゃいいですよね。谷口海斗選手、点も取れて、なんか点の取るパターンもなんかミドルズドンみたいなのもなんか近年見るんで。ゴラッソ多めなんですよ。うん、インパクト残るっすよね。怖い。ぜひぜひ、ぜひマリノスに。いや、だから、80億ゲットして、なんか移籍1億のところ2億ぐらいくれるとか。かそうだから僕もちょっと ACL はマリノス応援します。ありがとうございます。ということで、予想スコア、どうですか？いやー、難しいな、これ。難しいか、難しいか、いつも忖度ばっかなんです。いや、もうこれ、僕のチャンネル割ともぶっちゃけチャンネルなんで、忖度しなくてここまでチャンネルが伸びたっていう感じなんで。そうなんです。もう忖度なしで、1-0。あー。マリノス。どうですか？ DD どうですか？いやー、この試合やね。3-3。マジで中立。マジで中立っすね。打ち合いの試合が見たい。でももともと両チーム攻撃的なチームなんで。まあそうっすね。はい。まあ僕も多分3-2とかだと思います。結構打ち合いですね。失点は多分そう簡単に中3日で止まんないと思うんですよ。改善でしきれない。で、ボランチがやっぱ宮本選手がいないっていう段階で、守備の穴がまあある。で、左サイドバック堀米選手がいないってなると、もう星選手か早川選手なんですよ。もう選択肢が。となると、そこもちょっと狙われちゃうとやばい。かなと。うんうん、まあ、そうっすね。なかなか予想難しいですけど。まあ、どうなるかと。難しいですね、これは。まあ、この一戦はね、両チームとも実際勝ち点欲しいですよね。この試合は。両チーム欲しいですね。だってマリノスさんからしたらターンオーバーでも多分今の新潟4戦勝ちなし1分け3敗とかで絶不調なんで、いやもう取りたいですよね。ヒューエル監督も浦和戦のハーフタイムでブチギレたらしいですよね。いや本当にもうブチギレて、なんでですか？これはもうちょっとお聞きしましたけど、大人と子供かみたいな。そんな、なんか怒ってたんですか？怒ってたみたいですね。もうなんかもう僕もそれは聞きましたけど。もう大人と子供か、みたいな。ああ、すごいな。まあ、正直好き勝手やられたら好き勝手 やられてましたからね、レッツ戦に関しては。レッツ戦はちょっときつかったっすね、あれは。まあ確かに。あのね、1点返したシーンがもっと早ければって感じですもんね。そうですね。うん。ぶっちゃけ2チーム分の戦力やっぱりね、もっとあるかって言われると、さっきもシンが言った通り、ちょっと疑問ですよね。ちょっと、ですね。まだ。じゃあ実質 2.5 軍みたいになっちゃうみたいな。いやー、ま、やっぱり、出場、やっぱそこがビッグクラブに今後ね、なっていくのは ACL も取って、選手も補強してって、まあね、絶対まあ、ACL の決勝取るのはね、絶対勝ちだったら、悲願なんで。いやー、もうほんと、金取って、金落としてください。なるほど。ということで、プレビュー、
核となる部分も、終了ということで、クロージングに向かいたいと思うんですけど、その前に、マリノストークチャンネルさんからのお知らせということで、ぜひちょっと宣伝をしていただければと。そうですね、まあ、ちょっと新潟サポの皆様には新潟の話はほとんどないんですけれども、DJ トムが鈴木浩二選手と幼馴染だったりとか、まあ、小野裕二選手と知り合いだったりとか、もしかしたらなんかいいことがあるかもしれないので、ぜひ新潟サポの皆様もJ リーグが好きということであれば、マリノストークチャンネルもですね、ぜひご登録、チャンネル登録していただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。リンクの方は概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしていただければと思いますし、急にね、鈴木浩二選手が出てくるみたいな。あるかもしれないっていうことですよね。そうですね。いや、ぜひ。お会いした時には浩二さんのこともお伝えしてきますんで。あ、ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。というわけで、もうたっぷり時間も経ちまして、ありがとうございます。中町。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。いやー、本当ありがとうございます。本当来ていただいて。いやー、本当お招きいただいて本当にありがとうございます。ちなみに今年のなんかその YouTube 的な目標ってあるんですか？まあ、今年は、まあ、まずは2000人行きたいなっていうところで、大きな目標でいくと、まあ、コウズさんも到達されている1万人っていうところを目指したいんですけど、はいはいはい。なかなかね、ちょっとペースが上がっていかないので。どうなんですか？マリノスって結構その YouTube やられてる方多いんですか？どうですか？そんなにないですよね、デジトムさん。こういう、ま、なんか Vlog 系は結構多いんですけど。はいはい。フォーク系は僕と、あ、僕らともう一つの安高さんっていう方ぐらいじゃないですか。へー。あと一時期やっぱり新潟の方を配信した方がいいんじゃなくて、ブレかけた一日がしです。いや、みんな陥るんですよ。あ、そうですね。新潟って再生数ガクって上がったりするんですよ。いや、僕ら最多の再生数がやっぱ新潟ですよ。そう。で、なんかその、あれって、なんかその、新潟の人も、あ、なんか新潟の人じゃないけど、新潟のこと触れてる、くれてるありがとう、みたいなのもあって、結構見たりするんですよ。それを続けるのが多分しんどいですよね。そうですよね。そうね。そうなんですよ。今週の新潟最後に10分間やった方がいいんじゃないかって、わけわかんなくて。今週の新潟で。マリノストークチャンネルで今週の新潟。今週の新潟、そう、それ、それ多分継続してったら、多分何人か、こう、下の根で増えてきますよ。新潟もね、そう、結構では最近増えてきたと思いますけどね。うん、なんかやってる方は。そう。大津さんがね、最頂点にいる。うん。いや、でも僕も、敵が多いので。敵が多い。細々と、マイペースにやっていければなと思います。いや、本当に、今回は、収録ご、ご参加いただきまして、本当にありがとうございました。ぜひね、概要欄にも、マリノストークチャンネルさんのチャンネル、リンク貼ってありますので、ぜひね、行って、チャンネル登録して、動画見ていただいて、高評価、コメント、全部していただいて、ちなみになんか最近上げた中でこれおすすめですみたいな動画あるんですか？どうですか、DJ のことは。なんかありますか？いや、最近のマリノス事情を、なんか、リーグ戦のマリノス事情を、なんか想像できる、ジュビロ岩田さんの Vlog じゃないですか。ああ、じゃあそれもちょっとリンクを貼っておきますので、ぜひ。それででも登録者6人ぐらい減ったんで。はい、なんで DJ トムが、寝てるシーンが映ってるんですけど。はいはいはい。試合中、DJ トム酔っ払いすぎて、あと試合内容もちょっと微妙だったので。あ、俺なんかちょっと見たかもしんない、それ。DJ トムが。なんか酩酊してる。そうですよ。寝てるシーン上げたら6人減りました。やっぱり試合を、天野選手から言われました。寝てたの、まあ寝てたろうみたいに言われましたけど、そういう試合だったんで、まあ、あえて上げさせてもらいました。強気に言いました。もう退屈だったぞと。はい。あ、なるほど。あ、まあでもおすすめは、初期の、めっちゃ初期の頃にやってる、個人選手特集、上中浅井選手特集とか、ウーゴビエイラー選手特集とかやってるんですけど。ああ、はいはいはい、ありますね。それが、ちょっと、なんか僕ら的にはなんか好きです。あ、じゃあ、それもちょっとリンクを貼っておきます。あ、すいません。ウーゴビエイラ、懐かしい。あと、1分あれば仕事してたんで、選手は。あ、まあ確かに、確かに。はい、なんか、出てすぐ点取ってたりしたイメージあります。1分もそうですけど、ほんとエリア、こんぐらいのエリアがあれば勝負できるんで、選手は。すごいよな。なんかやっぱ外国人がコンスタントにいい選手いますもんね。そうですね。ここ最近は、まあでも、アンデルソン・ロペスは当たり中の当たりですね。本当に当たったの。うん。
なんであんなにズボン短くするんですかね。あれ、タトゥー見せたいんじゃないですか、多分。ああ、そういうこと、はい、ああ、そういうことなんですね。個人的にそう思ってます。めっちゃそのタトゥーの部分が見えてるんで。なんか80年代サッカー調だなんですそうそう、なるほどなるほど、ありがとうございます。ということで、ぜひね、チャンネルの方遊びに行ってみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。